1999年10月天野義高ニューヨーク個展ヒーローが開催。会場はローアーイーストサイドで150年もの歴史を誇るマンハッタン最古の元ユダヤ教会堂エンジェル・オーレンサン・ファンデーション。厳かな空間に異次元ともいえる天野義高ならではの独特の世界が展開されたのです。開催前日の5日に行われたレセプションパーティーには天野アートに強い興味を持つ地元のニューヨーカーはもちろん、日本からも大勢のファンが駆けつけ、盛大な前夜祭が行われたのです。前回97年のニューヨーク個展シンクライク天野では、天野義高がニューヨークに進出したデビュー個展として、10メートルを超す大作や金箔を使ったアートなど、天野義高の新境地ともいえる作品を披露。ニューヨーカーにイリュージョンアートのセンセーションを巻き起こしたのです。今回、ヒーロー展っていうことにしたんですけども、テーマが絞って、テーマを絞って、でそれに向けていろんな陶器、それから着物、それからゴールドパネルとか、あとリトグラフとか、あとシルクスクリーン、今録画できる限りの、できないものを含めて、興味のあるものを全てそのヒーローというテーマに集約したかっていう感じですね。今回のテーマは現代から1万年後の未来にわたって描かれる壮大な愛と冒険の物語。街を席巻するヒーローを中心とする作品に、オリジナルの大作や版画によるストーリーボード、さらに日本の伝統工芸である陶器や着物など、さまざまな技法を用いて個性あふれるインスタレーションを展開。ニューヨーカーたちを1万年後のヒーローの世界へと誘いました。この空間は実は1万年後の未来の過去なんです。ヒーローの頭の中をここに、バーチャルというか再現したつもりなんですけど、ね、この古い教会はもうその場所にはぴったしだと思うんですけど、ね、その中で現代からすると未来なんですけども、未来からした過去をここで表現して、例えばセラミックはここから発掘されたもので、サイボーグのゴールドパネルは記録されたものですから、だからもう一つにはその未来のヒーローの頭の中の記憶ですね、記憶がこの中に入っている、それを体験している。だからシルクスクリーンなんかは今のニューヨークをの中にシールを入れちゃったんです。2度にわたるニューヨーク個展を経験し、その作風にさらに磨きをかける天野義高。彼が描くイリュージョンアートは、新世紀を迎える今、新たなる飛躍を遂げようとしているのです。
この、ヒーローという今回のテーマ、それを映像化したいんでね、うん、まあそれは多分自分一人ではできないんで、とにかくいろんな人と関わって、いろんな才能とね、ある人といろんなことやって、まあプロデューサーとかそういうのも含めてね、そういう具体的にしてくれる人、そういう人が欲しいですね、うん、まあもちろんクリエイターももちろん欲しいですけど、なんかそういう具体的にできる才能のある人なんか欲しいですね、一緒に協力してくれればね、今回のものを例えば 3D アニメーションなりライブアクションなりとかね、いろいろして、あと舞台とかもねやっても面白いし、なんかいろんなこと展開してみたいですね。それはまず一つです。それもう一つはセラミック陶芸と、それから着物をね、今回初めてだったんで、これをもっともっと掘り下げていって、その世界で通用するような作品をどんどん気長にね楽しみながらやりたいなと思います。あとはまあ温泉入ってゆっくりしたいですね。